東京テレビハローレストラン、今日はいつもお買い物している三つ輪に来ています。海鮮丼が食べられるということで楽しみです。では行きましょう。行きます。今回のハローレストランは、あきこさんとこうたくん、ゆなちゃんの親子リポーターが可愛く案内してくれる三ノ瀬の三つ輪マーケットプレイスをご紹介します。三つ輪マーケットプレイスは全米で最大の日系スーパーマーケットで、現在はアメリカ国内に11店舗があり、ここベイエリアではこちらの三ノ瀬店が唯一の店舗です。今回ご紹介いただくのは、新鮮なお魚を使った寿司と海鮮丼です。使用する米はすべて日本産で、お酢もノー MSG にこだわったものを使っています。エビが大好きなのでドラゴンロールからいただきたいと思います。いただきます。なんかプチプチプリプリ、いろんな食感がして美味しいです。お惣菜なのにこんなに新鮮で美味しい理由は、三つ輪ならではのこだわりにありました。そうですね、私どもの、ご飯を使った惣菜は、日本のお米を使用しております。ですので、粘り気があって甘みがあって、そして冷めても美味しいと評判です。私どもの魚はですね、なんと日本から2日で、こちらのベイエリアに届く、羽田市場という直送便がございます。ですので、お店の魚は新鮮です。日本の美味しいものをたくさん取り揃えております。三ノ瀬にお越しの際はぜひ三つ輪マーケットにお越しください。三つ輪マーケットプレイスは毎日営業、675サラトガアベニュー三ノ瀬。詳しくは東京テレビのホームページをご覧ください。ハローレストラン、今回は三ノ瀬の三つ輪マーケットプレイスからお送りしました。